夢ラジオ第6713回、今日は令和6年8月21日水曜日です。時刻は午前11時半、あと30分したら正午になる朝。温度は上がっていますが、もう風は涼しいですね。さて、今回は青白王子がお金をなくしたらしいパート2お話しいたします。夢ラジオではよく信用取引や証拠金取引はもうよほどの、ね、勝算がない限りは、勝つ可能性がない限りはやめた方がいいっていう、そういうことをお話しておりますが、まあ、その代表例みたいなのが今回の青白王子なので、ちょっとお話しいたしましょう。パート2です。青白王子が小型株で大損したという、そういう話は前回のパート1でしましたけど、今回ホリエモンと青白王子との対談で、まあ詳しい経緯を青汁は喋ってるんですね。で、まあそれによると、今回ふっと思ったのは、月曜日に、8月5日ですね、月曜日に大暴落したけど、翌火曜日にはビューンと戻ってんだから大丈夫だったんじゃないのかと、そのままどんどん下がっていったりしないだろうと思ってたんですけど、青汁さんによると、彼の持ってる銘柄はそのままストップ安になっていった、だから売ろうに売れなかった。で、8月5日が月曜日で、その前日曜日の東京市場の先物がもう開いてるんですけどね、東京市場の先物が日曜日の時点でものすごい下げてたから、青汁もやばいと思ったんですよ。だから月曜日とか火曜日に損切りでもいいから消していこうと思っていたら、ストップ安っていうのはね、それは取引がもうできないっていうことだから、売ろうと思っても売れないんですよ。損切りしたくてもできないのがストップ安なんです。これ怖いですよ。そしてそれが1日2日っていうふうに続いていくと、もう自分の損がどんどん膨らんでいくっていう、そしてそれをどうすることもできない。損が膨らんでいくときのやっぱ大きな手段は、その銘柄をもう損を承知で切ってしまうっていう、それなんですけど、でさらなる下落の影響を受けないっていう、ストップ安になるとね、これができないんですよ。でましてや信用取引でそれをやっていたもんだから、まあ追加証拠金の額がわーっと増えるわけですよね。でハウゼルが言ってたけど、信用取引で借金ができるとは思わなかった。これこの辺事業をやってる人には思えない幼稚さなんだけど、ハウゼルさん大丈夫なんだろうか。だって信用取引っていうのは、こう現物株を担保にしてね、今回の青汁さんみたいに現物株を担保にして、あれこれは現金を担保にしてでもいいんだけど、大概の人はもう自分が持ってる保有株を担保にして信用を張るはずなんですよ。ものすごいなんていうか堅実な人は、その自分の持ってる株じゃなくて、自分の持ってる現金保証金という形に振り替えてね、でそれを担保に信用って言うんだけど、でもそれだったら現物買った方がいいじゃないですか。それだったら、だから大概は現物を一旦買ってて、それでさらなる勝負をしたいから信用をやる。だから2階建てになりがちなんですよ、どうしても信用って。同じ銘柄買っちゃうんですよ、現物と信用でね。でそうするとその銘柄がガーッと下落した場合、その現物株がまず下がっていきますから、それは自分が担える信用取引の額がその分下がるんですよ。現物株を担保にして信用の枠が決まってるんだけど、その現物株がぐっと下がれば、自分が立てられる信用枠っていうのもぐっと下がっていくんですよ。その信用で損が出てますよね、これまた。ですからその信用のその損の出る割合が急激に上昇して、もともとの現物株を売ったとしても、
それでもマイナスになる、損の方が大きいっていう、これがね、信用取引の恐ろしいところなんですよ。あるいは先物が恐ろしいところなんですよ。借金になっちゃうんです。つまり現物だけで取引をする限り、株でも商品でも別に危なくはないんですよ。最悪ゼロになって投下した、まあ、1000万円か1億円がなくなっちゃったと、あららという、これで終わりなんですよ。これで現物取引の場合は。ところがその信用をやってて怖いのは、1000万でもともとあったそのお金がね、結局信用のその現物の含み損、現物の含み損および信用取引によるその差額の損、これがもともとの1000万を上回っちゃって、だって1000万に対して3倍の3000万の取引してたら、1000万円分ぐらいの損ぐらい 30% で出ちゃうじゃないですか。 30% の価格下落で元の1000万の元本を吹っ飛ぶわけですよ。でそうすると、もしこれが 40%、50% まで下がっていった場合、しかも小型株は大型株と比べてこういう動きをしますので、新興株っていうのはこういう 40%、50% の値下がりをしますから。逆もあるんですよ、逆もあるんですよ。小型株や新興株って 40%、50% の値上がり、いや上がるときはもっと早いから2倍、3倍の値上がりがあるので魅力的なんです、小型株や新興株は。逆もそうですよ、下がるときものすごく下がるんですよ。で青汁さんは、だ結局借金が出たと。でその借金を埋めるために、彼がやってる会社からお金を回して、それ補填して、つまり減引したと。で減引をしたら少なくとも、減引をしたら少なくとも含み損で済むんですよ。で負けを見て今認めなくてもいいので、それが今後上がっていったら、ああよかったねになるってことね。ただなかなかそうはならないですよ。そんな急激な値下がりした銘柄がまたバーンとすぐに底打ちして元の値段に戻りましたって言ったらなかなかない。しかも会社のお金、ただその会社の株は全部青汁が持ってる会社だから、これは結局その会社は青汁の会社なので、これは別に問題はないんですよ。自分が全部株を持ってる会社のそのお金は自分の所有の会社だから、そこのお金も自分のお金なので、それを自分の取引、個人的な取引の穴埋めに使っても問題はないんですよ、法律的には。ただこれがもちろんその上場してるとかになると、それはその会社は自分の私物ではなくなってきますので、もうこんなことをしていてはもちろんもう法律に触れるわけですけど、まあ、上場してないと、全部株は自分が持ってる。ただそんなことをすると、その会社の運転資金を利用して自分の取引に入れたということですから、会社の運転資金どうするんだと。もう来月には、9月ですね、来月にはその3億円ほど会社の資金がショートするとかって青汁言ってました。この辺だから経営者としても青汁さん失格なんだよね。投資家として失格だけでなく、ただあれだけの事業で成功させる力あるんだったら、こんな信用取引で借金が出るぐらい分かってそうなもんだけど、分かんなかったんだね。初めて知ったとか言ってホリエモンが呆れてましたよ。で今ね、これ信用取引ってまあ大体3倍ぐらいが限界なんですよ、株の倍率って。けれど例えば FX とか、あるいは商品先物だと、これが10倍や15倍になってるんですね。ですから怖いんですよ、主婦が FX 平気でやってるけど怖いんですよ、証拠金取引は。だって倍率が3倍程度で、3倍でもこういうことが起きるんだから。だから株の信用取引が怖いというのはこういうことだし、ただしまあ株の信用取引は、今回の青汁みたいなことやんなければ、うまくやればね、ああ損は出たねというものの、それが借金だったりはしない、たかが3倍だから。けれど先物は10倍20倍の取引をするので、もうこれギャンブルになってくるんですよ。これはもうほんのちょっとの上下というのがものすごい自分の手元に跳ね返ってきますからね。だから短期間に大金持ちになれますが、短期間にすっからかんにもなる。
まあ、おじるさんとしては今度バイクの会社始めたいとか言ってたから、そのバイクの会社の始める手元資金にするためにね、ちょっと株式市場からお金取ったろかと思ったらしいんだけど、ダメですね。一回仮想通貨で大損して、与沢となんか反省会みたいなのやってたんですよ、2年ぐらい前かな。青汁これで懲りたんかなと思ったら、今回の株式市場で 1DK に住むとか言ってる。青汁が 1DK に住む。今の青汁ヒルズを出るのにも8000万ぐらいの金がかかるって、もうむちゃくちゃ言ってるわけだね。だから大金持ちでもちょっと踏み外したらこうなるんですよ。だから我々の周りには落とし穴がもうあっちにもこっちにもありますから、もう緊張してやっていかなきゃいけない。特に投資をやる人はね、でこういうことを考えるのが嫌だって人はそもそも投資やんない方がいいと思う。精一杯働いてお給料で頑張ると、その方がいいと思いますね。夢ラジオ、今回は青汁についてでした。